ベスコングルメ。元サッカー日本代表槙野さんが初参戦。日本代表メンバーも行きつけの蕎麦の名店を目指し、槙野さんかっこいい。ありがとうございます。槙野さんが10年過ごしたゆかりの地浦和で、めちゃめちゃここ僕通ってたお店で、槙野さん行きつけの飲食店を巡りながらベスコンに仕上げる。エビマヨも一番うまいです。ここもめちゃくちゃ美味しいんだけど、最高。うわうまそう。裏はちょっとすごいな。さらに汗かきます。かきましょうよ。せっかくだ、はい、サッカー日本代表のトレーニングも。脇ベスコングルメ日曜夜6時30分。